皆さんこんにちは。企業の現場に入っても今日を絶対達成させるコンサルタントはアタックセールスーソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは頭のいい人が話す前に考えていることを参考にしてどのように目標を達成することができるのかそんな話をしていきたいと思います。もう皆さん読まれましたでしょうかもうすでに大ベストセラーになっていますね。ものすごいスピードで20万部を突破しました。近年、そうないですね。これだけの大ベストセラー。頭のいい人が話す前に考えていること。ブックスアップスっていうブログ 皆さん見たことがあるでしょうか1億2000万ページビューを記録しているブログなんですよ個人ブログ安達裕也さんですから当然これだけ影響力のあるブログを書いている人なのでまあ書籍もすごいんだけどそもそも安達裕也さんの人気がすさまじいということも当然ありますよねでその人が書いてるわけなんだから当然中身がね詰まってるってことがあるわけですねで頭がいい人は話す前に何を考えてるんだっていうことこれってすごく気になるじゃないですか だから結局は何も考えずに話をするっていうのはもう頭が悪いっていうことを言ってるようなもんですよねつまり考えずに喋っちゃいけないだからこれは営業会議でもそうですねなんとなく会議にやってきて「お疲れさん今日何だったっけ?」みたいなのはもうまずいってことですよどう考えても頭がいいことはないもうどう考えたってですので頭がいい人は話す前に何を考えるのかこれなんですこの書籍を読んで私が感じたことそして目標を達成させるためには一体何 何が必要なのかこのポイントについいいいてて本日は解説していきたいと思いますこの動画を最後まで見ることによってなるほど横山さんらしい言い方だなとなおかつこの書籍をしっかり読んでみたいと必ず思いますのでぜひ最後までお付き合いくださいそれではいきましょうまずこの書籍って何が書いてあるかっていうと立ち止まらなくちゃいけないって書いてあるんですね話をする前に一旦立ち止まってくださいどれぐらい立ち止まってどれぐらい考えられるかが重要そしてどういう風に考えるかということです,ですから先ほどももお伝えしした通り会議の時もそうだし打ち合わせ お客様との商談もそうですけど、とりあえず行くかではないんですよ。習慣づけだったらいいですよ。商談だったら。もうなんかね、考えてると行けないもんだから、もうとにかく行くんだと。癖付けなんだ。だったらいいですよね。だけど会議だったら、癖付けも減ったくらもないじゃないですか。会議の習慣を身につけるためになかなか会議に参加できないもんだから、とにかくね、いいから来いみたいなことないじゃないですか。商談だったらありますよね。もうお客さん方も、とにかく癖付けだから行ってこいっていうのはある。だけど、それはもう習慣化しましたと。お客さんのところ言ってます。じゃあ、とりあえず行けではな、ね、く 実際にっったら何を話そううかなっていうことですねで衝動的に話したら頭悪いなとよく考えろっていうふうに言われてしまうわけですねなのでポイントとしてまずは立ち止ままってすすかとということですね私みたいに経営者だと部下に対してこう話をする時に一旦立ち止まれ衝動的にしゃべり続けちゃまずいっていうことですで私はねこの書籍を読んですごくイメージしたのが将棋。 です将棋もう正直言ってね、正直って衝動的にできないじゃないですか。めちゃくちゃ考えますよね。だから、私は正直言って、将棋は苦手です。うん。<laughs> 苦手。皆さんはね、得意でしょうかね。私はね、もう先の先の先を読んで、今の一手をね、考えて打つみたいなことは、もうできない。ですので、私はもうね、皆さんご存知の通り、大量行動の人間ですから、私だったらどうするかっていうと、まあ、考えますよ、もちろん。向こう側パーンって入って、はい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 、って、このことやるわけないです。一応考えますよ。こうかなと。仮説を立てます。とりあえず やるからで向こう側ね、なんか、ちょ,ちょっと待って今、今のなしっていう、これが大量行動、将棋はだめですよ、将棋のルールでそれやっちゃったらまずいんですけど、実際は、あ後からなんとかなるってことあるじゃないですか、なので、例えば部長に対して何か言ったとするじゃないですか、いや君、全然分かってないねと、あすみません、出直してきますと、でもう一回ちょっと考えてきましたと、いや、だから、まあ、この前のことはね、こういうふうに指摘して、確かにそれは変わってるかもしれないんだけど、これだけじゃだめだから、もう一回ちょっと出直してこいと、分かりましたと、出直してきました、うーん、まあ分、分かった。じゃあ、まあもう もう少しこう考えてて、分かりました、じゃあもう一回出直してきますどうですかって言うと、おだいぶいいな、みたいな、うん、まあ分かった、まあ本当はね、もうちょっとね、こんな何回も、私がね、出直してこいとかって言う前にできればいいんだけど、まあ、まあいい感じ、ありがとうってね、これ例えばですよ、1日で4回やったとするじゃないですか、ちょっと部長、見てくださいって、違う、出直してきました、違う、出直してきました、違うと、もう一回どうですかって、おお、だいぶいい。 これ、1日で4回やったとしますよね。そうすると部長としては、もうあいつは何回も何回も行ってくるなって思うかもしれないんですけど、物理的な時間は1日ですよ。ですけど、部長に何か出そうとする前に、やっぱり頭のいい人は、やっぱりね、話す前にしっかり考えなきゃいけないから、立ち止まらなきゃいけないから、立ち止まるぞ、立ち止まるぞって言って、で、ずっと1日経ちました、2日経ちました、3日経ちました、4日たって、どうですかって言ったら、うーん、違うって部長に言われたとしますね。すいません もうちょっとこういう風に変えてくれて分かりましたあの頭が悪いと思われたかな頭がいいっていう風に思われなくちゃいけないからもっと考えるぞもっと深く考えるとどうすればいいんだどうすればいいんだうーん って出したとその後ね、4日間経ったと。そして出しましたと。もう8日間ぐらい経ったとするでしょ向こうから言われて、部長から言われて、8日ぐらい経ってから2回目出したと。うーん、なんか4日前に行ったやつと、だいぶ変な方向に行ってると。とど,ど,どうなってんだいや、ちょっといろいろ忙しかったんで。で、しかもいろいろ考えたんですよ。いやいや、ちょっと考えすぎかもしれないから。もうちょっと早く出してよと。もう時間ないよ。ってわかりましたって。で、また考えて。めっちゃ考えて。うーん、2日経ってどうですかって。うーん、もう,もういい。 もうこっちでやるからまあいろいろ考えてもらったらねまあ分かったまあちょっとまあだいぶ近づいてきたけどもう完成とはとても言い難いからもういいっていうどっちがいいですか 私はもうパン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 って4回1日の中でやった数多いですよねで不可考えたかっていうともちろん考えはしてるんだけど何回も出してるでなぜ何回も出すかっていうとまず1つ目は当然後だから時間空けてしまうと忘れちゃうからでやっぱり人のペースってあるじゃないですかねもうグッと考えてでダメ出されたと他の仕事をやってちょっと時間空いてからもう一回考え直すかなって言ったら忘れちゃうじゃないですかそして一旦上げた熱量が下がってるわけなんでもう一回上げなきゃいけないですよねですけど私の場合だったら熱量が 上がってるのでこう下がる前からもう1回行くっていうのと忘れてないからもう今熱いうちにで部長からもダメ出されたとクソと思うわけでしょよしもう1回見返したいと思ってガーッとなんかね資料なんか作り直してでどうですかっていうとそれは部長が言ってることを反映してる可能性が高いですよねしかも頭が回ってる状態だからですから当然それなりのもの出しますよおんだけど違うってなる出直してこいともう一歩だって言ってねよっしゃみたいなそういうことだったのかって言ってまたねやるわけですよでそれをやて っていうことにによよ早めに近づきますよねじゃあ次同じようなことが起こった時にどうなるか一旦完成品まで持ってってるわけなんで「よっいまもうちょっとね何回も何回も行ってくるんな」と「もうできれば12回で前感じでやってくれ」と「あすみません分かりました」ってね次はこういう仕事やってくれとて分かりました」ってやるじゃないですかで前回の経験があるので同じようなペースじゃないですよね前回何回も言われてるわけなんで部長はこういうふうに言われたわけだから今回はこういうふうに考えるだろうでこうでこうでこうだから先回りして先回りしてで どうでですすかかって出せるじゃないですかそうするとおう前回の、ね、初回出してきたものよりはだいぶいい、うん、だいぶいいんだけどやっぱりちょっと欠けてるところがあってこれとこれが、ね、ちょっと欠けてる方ああわかりました確かにそこは抜けてましたねとでも前よりはいいよとああざますみたいなでもう一回やってまたすぐ出すともうすぐ午前中に出しますよそうそうおおわかったみたいな、うん、だいぶいいな2回でだいぶいいでも最後ちょこちょこっとこれだけ直してくれておおかりましたってで私が何が言いたいかっていうとこの書籍に書かれてある5つの式 深く考えるるためのの道具というものがあるんですねすごく分かりやすいですめちゃくちゃ分かりやすいでもここの5つをいっぺんに覚えることはできません間違いないですから1個ずつやっていいくしかないんですよね足立優也さんみたいな大変優秀な方だったらそれはパンパ,パパーンってねできるかもしれないんですけど私どものような凡人だったらそう簡単にはいかないわけですよですので1個ずつやる必要があって何かのことに対してあ確かあの書籍に書かれてあった5つの思考法のうちの1つだけは やってみようとだけどその1つの思考法をやるだけでも慣れていかないんだから5ついきなりできるわけないんで,でそれを試してみてで精度を上げていくっていうことを繰り返していくこれなんですよねなので私のやり方はとにかくいつもながら大量行動なのでこの書籍を読んでものすごく参考になったことは7つの黄金法則これはねマインド的な話なんですごく分かりやすいんですけど私がとても参考になったのは先ほどもお伝えした深く考考えるための5つののつ思考法というものなんです頭がいい人はね話す前に一体何を考えてるのか

これでしょこれはいきなり5つの思考法を使いながらやることはできませんのでこの書籍を常に横に置いて「なるほど!」と思いながら何か話す前にもしくは何か会議の前に何か打ち合わせの前に何か面談の前にそして何か商談の前に「なるほど!」って言いながら一つ一つ慣れていってそして自分が頭が悪いな容量が悪いなと思っても階段を上っていって一緒に頭がいい人になっていきましょういずれにしても20万部をこれだけのスピードで突破してしまうというのは 尋常じゃないような書籍であるし、実際に読んでみるとね、まあ、素晴らしい書籍ですので、ぜひぜひ皆さんご購入されたらいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、この YouTube チャンネルは余罪管理大学ですね。目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法。これが余罪管理です。目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込む、そんなことできるか、だいたい2倍ってどういう意味なんですかって、喋っちゃうと、うーん、話す前にもう少し考えた方がよろしいんじゃないですかって言われてしまいますよね。 この書籍を読んでくださいい深く考考えてないですよね5つの思考法を使って余を考えたことがあるんんでですすかか考えてないんですかだったら頭が悪いって言われてしまいますよということですよねですので目標の2倍の余罪を仕込むためにはどうすればいいのかこの書籍をセットにして考えるといいんじゃないかなというふうに思いますそしてどのような切り口で考えたらいいのか私の余罪管理の全てという書籍をご購入して読んでいただくかもしくは概要欄で紹介されている3つの資料これをダウンロードしていただいて それを読み込むこともいいと思います今回の動画はいかがだったでしょうぜひ皆さんにはこの養剤管理大学に入学していただきたいと思います入学方法は簡単ですこの YouTube チャンネルに登録するだけそしてこの動画参考になった気に入ったという方はいいね高評価ボタンもよろしくお願いしますまた皆さんお会いしましょう本日はありがとうございました